はい、こんにちは。橋本忍です。今回はですね、前回に引き続いてポットの制作、その続きをやっていきます。茶こしと取っ手を作っていこうと思います。どっちから行こうかな。取っ手から行きます。取っ手から行きます。なぜかというと、取っ手は、作ってからちょっとね、乾かすのにね、時間かかるので、先に作った方がいいですね。よし、じゃあ取っ手、ハンドル、それからやっていこうと思います。それじゃあですね、とってね、前にも動画で紹介してありますんで、そちらも合わせてご覧ください。一応同じ内容だとは思いますが、もう一度やっていきます。で、粘土を軽くね、紐状にして、と僕はですね、これを皮で伸ばしていきます。皮でちょっとこう押し付けて、机に押し付けて1回2回3回ぐらいでひっくり返します。ちょっとここ机が傷ついてるんで、ちょっとこっちでやった方がいいかな。で、軽くね、机を湿らせる程度にしておきます。そして皮で3回ほど押し付けます。3回ほど押し付けるじゃない、押し付けてから3回ほど引っ張ります。3と、これを何回か繰り返します。で、僕ね、このポットの場合はね、ちょっとこう根元が太くてだんだん細くなっていくっていうタイプのハンドルにしてあるんで、それはもう手でやってきます。手でぐーっと絞っていく感じですね。そうするとこっち太くて、こっちだんだんね、細くなってるの分かるかな。分かりにくいですね。よし、で、まあ余分はどんどん切っていきます。で、今高さを整えて、で、こうやっていきます。絞っていく感じですね。はい、これで分かりますか。上からね、下に向けてだんだん細くなっていく、こういうタイプの取っ手ができました。で、ちょっとね、裏にね、バリがあるので、これは僕は手でちょっと丸めてやります。この状態ではまだ土がね、柔らかいので、あんまり触らない方がいいですよね。最低限のことだけやって、そしてこれを、ちょっと乾かしておきます。で、乾かす時なんですけど、僕はね、
よく使うのがこれ。何これ。キッチンペーパーの芯かな。トイレットペーパーでもキッチンペーパーでもサランラップでも何でもいいんですけど、何かの紙の芯ですね。これをね、こう挟んどいて、ここにこうやって引っ掛けております。こんな感じで乾かしておきます。これでね、しばらく放置しとくと、ここにいいカーブが出来上がるので、こんな感じで放置しておきます。ちゃんとまっすぐいてくれないと曲がった取っ手になっちゃいますよね。よし、OK。 はい、じゃあこの状態で、取っ手は放置します。じゃあ続いて、茶こしですね。茶こしを作っていきます。茶こしはですね、僕は、まず3ミリ、茶こしはね、3ミリの厚さで作ってます。まあもうちょっと薄くてもいいのかもしれないんですけどね、まあ、ちょうどたたらが3ミリなので3ミリでやっていきます。まず、ね、3ミリの厚さに伸ばします。ちょっとくっつくな。ちょっとね、机が濡れてるとね、やっぱくっついちゃうんで、板の上でやります。あと場合によってはね、もちろん布を引いたりとかね、何してもいいと思います。普段は僕は茶こしもね、作るときいっぱい作るんで、もっと大きく伸ばすんですよ。大きく伸ばすんで、その時はね、濡れた布の上で、伸ばすんで、そうするとずっとね、置いといても乾かなくていいんですよね。しょって、はい、そしたらですね、ここで剣山、まあこれ剣山じゃなくても何でもいいんですけど、ちょうど剣山のこの円がね、僕の茶こしにはちょうどいいので、ここを使います。ここを使ってね、切っていきます。で、前にも、動画でね、確か茶こしの作り方昔出したことがあるんですよ。で、その時も、やってるんですが、この剣山をね、ちょっとこうやって当てて、軽く当てるとね、点がつきますね。これをガイドにします。と言っても僕はね、実は最近は全く使ってないです。 全くガイド使ってないんですけど、まあ、一応今回ね、久々にガイド使ってやろうと思います。これも、素焼きで作ってあります。粘土で作って素焼きだけしたものですね。で、これは自分のね、好きな角度になるように、一応ね、まあ僕もね、いろいろ試したりしてね、ちょっとこう角度の大きいもの、R の大きいものとかね、やったりしました。で、まあ今、最近はこれがいいなって感じですね。で、これの上にこれを乗っけていきますが、片栗粉を使いましょう。このままね、乗っけてやってると、まあ、くっついちゃうことがあるので、ちょっと片栗粉を裏につけます。これ最近見つけたんですよ。なんかあれですよね、化粧品の女の人の。これすごいいいなと思って、前はね、スポンジ使ってたんですけど、これいい感じですね。すごい柔らかいから、こっちにね、傷もつかないし。
なんて言うんでしょうね、名前わかんないですけど。はい、それじゃあ、これ片栗粉をつけて、でこの型の上に乗っけて優しくね丸めていきます。まあこの時点で若干ねガイドがずれてきたりとか、曲がったりとかねするんですけど、まあガイドですから、あくまでガイドなんで多少ねずれてきてもいいです。これもね何回かやってるとガイドなしでもできるようになってきますから。そしたら一応ガイドのまっすぐそうなラインが1本あるので、それを真ん中にして真ん中からやっていきます。そしたらこれはねどういうふうに穴開けていくかっていうのはねいろいろあると思うんですけど、僕はまず1列開けていきます。真ん中からね放射線状に開けていくっていう人も多分いると思うんですよね。こんな感じで1列開けて、その後今度周りをやっていく。そしたら今度次は斜めに進みます。このポンスね、すごい便利なんですけど、そのうちね作り方紹介しますんで楽しみにしててください。いつになるかは分かんないけどいつか絶対紹介します。でだんだんこうやってね放射線状に穴を広げていきます。ちょっと地味な絵でね、退屈でしょうが、お付き合いください。はい、あと2つ、あと1つ。よし、これで全部開きました。よし。そしたらね、ちょっとね、土抜けてないところもあるので、それを、抜きます。よし、そしてよいしょ、裏がねこうなってますんで、
裏から竹串で穴を整えてやります。裏から見るとね、ちょっと狭かったりとかね、なんかそういうところもありますんで、あと潰れそうになっているところがあるんで、串を通して整えてやります。ここでね、穴が潰れちゃったりすると、せっかくね茶こし作ったのに茶こしが役に立たなくて、そうするとね、かなり残念なことになるので、ここはね、ちゃんと丁寧にやっていきましょう。で、茶こしの穴のサイズなんですけど、もちろん小さければ小さいほどいいですよね。小さいのがたくさん開いてる方が、茶こしとしてはね、いいですよね。ただね、粘土なんで、これはね、粘土なんで、まあ限界ありますよね。で、今この穴のサイズですけど、これ当然焼けば小さくなるし、あと釉薬かかることでまた少し埋まるというかね、狭くなりますんで、まあ今若干穴大きいかなと思っても意外と大丈夫だったりもします。あそこはね、皆さんどういうポン酢持ってるか分かんないんですけど、まあ自分のね、良さそうなサイズのポン酢を使ってやっていきましょう。はい、はい、ということでね、今回は、茶こしと取って、あれ映ってない、見切れてる、取って、はい、取ってね、今こんな感じで絶賛乾燥中です。これまあね、あと10分20分すれば少しもうちょっと硬くなるので、そしたら接着していきます。じゃあ、今回はここまでとして、次回は、いよいよ組み立てですね。いいんだよね。組み立てです。じゃあ次回は、今作ったこの茶こしとハンドル、あと注ぎ口、それを組み立てていきます。それで完成となります。じゃあ次の動画楽しみにしていてください。バイバイ。